ぜひまたメキシコシティ、メキシコ、いろいろ来たいです。すごい楽しい思い出ばっかりです。メキシコのファンはしばらくちょっとこう来れない時間があってもいつまでも覚えていてくれて、メッセージをいろいろくれたり、すごい熱いので大好きです。何回でも来たいです。歌詞の内容を考えるようになりました。昔より昔より歌詞の内容すごい、こだわるようになりました。あとやっぱりいろんなところでライブをしてきたので、その経験がより活かせるようにはなってるかなと思います。Always, we release one album per year, the end of the year. So we have a concept for the release. So the meaning of the each album. So my thought of the year, during the year. So I was thinking about what. So it means as answer of the each year. So we thought the audience in Mexico is so noisy and so powerful. So we thought we can have a powerful live show and we can give the power to audience and we expect they can give the power. Give us the power. そう、メキシコのファンはすごく盛り上がるときは盛り上がるし、アコースティックライブのような静かに聴くときはすごく静かに聴いてくれるし、私たちの音楽にすごく興味を持って真剣に聴いてくれている感じがして、どんなタイプのライブでも楽しんでくれてるっていうのが伝わってすごく嬉しいです。いろいろやっていますけど、私にとって一番さ前から一番長くやっているもので、自分の根っこの部分っていうのかな、プライオリティを占めてる部分がローゼのワールなので、他の活動はいろいろしますけども、どれも大事だし、どれも真剣にやっているけれども、実家みたいな感じ なんていうの、ホーム、ライフワークかな、ロスノワール、ですね。すごく大事にしてます。で、そう、他の活動で得たものをロゼノワールに還元するしたいと思ってるし、でロゼノワールで得たものを他の活動に生かして、全部がいい方向に行けばいいなって思ってます。
ロゼノワールは、So in ロゼノワール、So I have to do a lot of things, so composing and lyrics and singing and the arranging. So was a in cramp, so only singing. So the bassist in cramps said to me, so you have to study as a singer, as a frontman. So this activity help us. This activity help Rosenwald as a singer, I think so.最近動物園によく行くんですけど、上野動物園という日本で一番大きい動物園があって、そこに行っていろんな動物の行動とかこう見ているとすごくいろんなことに気づかされて、動物って本当に面白いなって思うんですけど、ありのままのこう姿なんだけど、すごく、なんていうのかな、おかしい言い方だけど人間味にあふれてるというか、もう何時間でも見ていられるし、いろんなものを教えてもらえますね。面白い、すごく。最近のリフレッシュは歴史をちょっと勉強する。昔のことをすごい知ると、3000年前とか5000年前にいた人のことを考えると、今考えてることが多分そんなに大したことじゃないんだろうなと思いながらも、新しい考え方が逆に生まれるかなと思います。メキシコシティには3年前に行ったんですけれども、その時にもうメキシコシティのファンがすごいめちゃくちゃ盛り上がって、こっちもライブをしながらめっちゃ楽しかったです。盛り上がりをもう一度体験したいので、ぜひまたメキシコシティに呼んでください。ね、またみんなに会いたいです。ね、いつもツイッターとかでメッセージをくれてるのを全部見てるし、すごく私たちの活動の力になってるので、本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします。みんな大好きです。ありがとう。ソイ・ルイでロズノワール。そう、次回までにはもうちょっとスペイン語を喋れるようにしていきたいと思います。またすぐに会えるのを楽しみにしてます。ロス・アモ・グラシアス。